はい。では一番上を見てね、新しいお話の前にちょっと。The book was written 200 years ago。もうわかるよね。そう。B 動詞 was に3番目、write, wrote, written が入ってるんだから、されました。その本は200年前に書かれました。その右側を見てね、小文字で始まってピリオドがない。もう言いたいことはわかるよね。The book。B 動詞がなくて、written 200 years ago。これは文章ではありません。本。どんな本？飾りが前についているだけ。日本語は前にね。英語は後ろ。200年前に書かれた本。じゃあその下は、一緒に読みよ。せーの。The fish was caught by Fred。どういうこと？お魚はフレッド君によって、なんだ。そう、捕まえられました。catch, caught, caught だよね。で、右側も was がないんだから。どんなお魚なの？飾りがついてるだけです。どういうこと？そう、フレットによって捕まえられたお魚。では、話いきます。Number one。せーの。Susan and Black Cat live in a small cabin built on the top of Black Mountain。もう出てきました。キャビンまでだけだったらすぐわかるよね。そう、スーザンとブラックキャットは小さい小屋に住んでますよ。どんな小屋？飾りが後ろについてるの。イコールなしでいきなりされたの。build, build, build 3番目。built on the top of Black Mountain。 どんな小屋なの？そうそう、ブラックマウンテンのてっぺんに建てられた小さい小屋。はい、次、せーの。One day while Susan was cooking pumpkin soup, a crow brought her a letter written by the Queen of Good Witches。 まあ、この時期、スーザンとかパンプキンよく出てくるよね。で、パンプキンスープ作っていた間、クローはなんだっけ？カラスが、bring brought brought。これはただの過去形だよ。A crow brought her a letter。どういうこと？彼女に一通のお手紙を持ってきました。で、a letter の次に3番目、write, wrote, written。イコールなしでね。be 動詞なしで。っていうことは、これ飾りだよね。どんなお手紙なの？そう、いい魔女たちの女王様によって書かれた。そんなお手紙を持ってきてくれました。もう一回覚えるとこだけ、せーの。A crow brought her a letter written by the queen of good witches。 はい、次、覚えるんだった。全部、せーの。Susan sat by the fire, dancing in the fireplace, and opened the envelope。 ここのダンシング。これは前回やった飾りね。イング形で飾るときは自分が何々する方。write, wrote, written の written みたい。3番目の飾りはされた、されるっていう飾りです。ここはイングなので自分が何かするっていう飾りがついてるよ。スーザン sat by the fire。 スーザンは火のそばに座りました。どんな日？自分が踊ってるからダンシング、イングになるの。ダンシング in the fireplace。 暖炉で踊っている、そんな火のそばに座りました。エンベロープ、前やってるのは何だっけ？封筒だよね。で、お手紙の内容いくよ。せーの。 Dear Susan, This year the annual Halloween festival will take place in Turkey。 はい、 annual が初めてだと思います。これは年に1回の毎年恒例の、毎年恒例ハロウィンフェスティバルが、テイクプレイスは？そうだったよね。何々で行われる。何々で起こる。だから今年はトルコで行われます。次、せーの。I want you to come to Mount Ararat by 9 p.m. on October 30th。もし自分が I want to come
なら自分が来たいんだよね。だけど I want you to come だったら、そう、あなたに来てほしいのよ。で、Mount Ararat というのは、Turkey にあるとても背の高い山。5000メートル以上あるから富士山より高いね。で、ノアの箱舟のお話覚えてる？伝説では、洪水の後、ノアの箱舟が、到着した陸地、これが Mount Ararat という人がいっぱいいます。そういう伝説があります。でね、ハロウィン前日30日の9時までに来てね。はい、次せーの。Then you will be able to help other witches prepare meals and tents for the event. なんだっけ be able to? そうだよね、できる。でも未来だから will がくっついてます。お手伝いができるでしょうよっていうこと。ね、その時間までに来てくれば他の魔女たちのお手伝いをしてくれることができるでしょう。で、単語は別に覚えてね。prepare なんだっけ？そうだよね。用意する、準備する。meal は？そう、食事。だから他の魔女たちが食事を用意したり、テントを用意したりするのを手伝えるでしょうよっていうこと。はい、最後せーの。don't forget to bring your cat。何？ don't forget。そう、忘れないでね。猫ちゃん連れてくるの忘れないでね。はい、number two。河川部行きますよ。せーの。Susan could fly as fast as wind。久しぶりにアズでサンドイッチするの出てきた。どういうこと？そうだったよね。何々と同じぐらい。スーザンは風と同じぐらい早く飛ぶことができたんです。reach も復讐。何々に到着する、届く。However も復讐。しかしながら。それから、地域の呼び名だけど、The Middle East。Middle ね、なんだっけ ?In the middle of the night。そう、真夜中。真ん真ん中っていうことだったよね、Middle。でね、漢字で中じゃない中。で、East は？そうそう、東。で、漢字で中東、中東の地域、わかるかな？アラビアとかあの辺ね。The Middle East、中東覚えておいてください。そのすぐ下に、Atlantic Ocean。The Atlantic Ocean は太平洋か、大西洋か。これも復習だね、大西洋。みんなのすぐ近くにある太陽は、The Pacific Ocean、太平洋ですね。次に、come across。原型で覚えるんだよ。何々に出くわす。遭遇するという意味。うわ、アトランティックオーシャンでどうも、thunderstorm に遭遇してしまったらしい。大丈夫かな？で、波々線のところは、日本語に訳してきてください。一回読もうか？せーの。She told the broom to fly above the thunder clouds. ブルーム、ほうき。この時期毎回出てくるね。ほうきね。above は？何々の情報を、上をだったよね。で、その次の、単語、edge と読みます。edge は端っこっていうこと。だから、at the edge of the Sahara。サハラ砂漠の端っこにあるっていうことだよね。そのすぐ下、rent。これは借りる。borrow は、まあ、基本的にお金を出さないで借りること。図書館で本借りたり。rent はお金を払って何かを借りることを言うんだよ。だから DVD とか。ああ、あとはアパートとかね。はい、その下、文章、せーの。It took only 2 days for the camel to walk across Morocco. 時間のかかり方。It takes, ふむふむ。例えば、It takes an hour だったら、そう、1時間かかります。で、誰にとって誰に時間がかかるの ?for me, 例えば for me だったら。私には1時間かかります。It takes 1 hour for me. 何するのに ?to finish the homework. 宿題を終わらせるのに。
でもね、ここは It took only 2 days。 そう、2日しかかかりませんでした。誰が何するのにかかったのかな。 For the camel。 Camel って知ってる？そう、ラクダさん。ラクダさん何するのに2日しかかからなかったの？ To walk across。 Across はね、何々を横切る。まあやってますね。歩いて横切るのに2日間しかかからなかったよ。で、モロッコだけじゃないのよ。モロッコ地図、わかるよね、どこか。そのお隣のアルジェリア、それからリビア。まあ、リビアもモロッコも授業中にどんな国かやったと思います。で、さらにその右側、東に行くとエジプトに着くからね、そこで何したかな。ではテストします。 No.1 スーザンと黒猫ちゃんはまず小さいキャビンに住んでいます。ここまで OK。 Susan and Black Cat live in a small cabin。 どんな small cabin？ Black Mountain のてっぺんに建てられた、されたっていう飾りだから。 Excellent。 Built 最後の built されただよ。 Built on the top of Black Mountain。 全部つなげてせーの。 Susan and Black Cat live in a small cabin built on the top of Black Mountain。 じゃあカラスさんが彼女にお手紙を持ってきてくれました。ここまで Right。 A crow brought her a letter。 どんなお手紙？良い魔女たちの女王様によって書かれた。そうだよね、されただから written 3番目。 Written by the queen of good witches。 つなげるよ、せーの。 A crow brought her a letter written by the queen of good witches。 はい、スーザンは火のそばに座りました。 Yes。 Susan sat by the fire。 どんな fire？これは自分が踊っている方だから。そう、イング系の飾りです。暖炉の中で踊っている。Right, dancing in the fireplace。 つなげてせーの。Susan sat by the fire, dancing in the fireplace。 じゃあ、封筒。Envelope。 はい、一年に一回毎年恒例のハロウィンフェスティバルがトルコで行われますでし、あ、行われるでしょう。OK。せーの。The annual Halloween festival will take place in Turkey。 じゃあね、私はあなたに、アララトさんに来てほしい。Exactly。I want you to come to Mount Ararat。あなたは他の魔女たちをお手伝いすることができるでしょう。Great。 未来形の will、 そして be able to も必要だよね。せーの。 You will be able to help other witches。 じゃあ用意する、 prepare、 お食事、はい、meal。 Number 2。 スーザンは風と同じぐらい早く飛ぶことができました。Excellent. Susan could fly as fast as wind. じゃあ何々に到達する、 reach。 じゃあしかしながら、 however、 中東、 the middle east。 じゃあ何々に出くわす、遭遇する、 come across、 端っこ、 edge、借りる、お金を出してね。はい、rent。 じゃあそうね、ラクダさんには2日しかかかりませんでした。ここまでにしよう。 good。 It took only 2 days for the camel。 ラクダさんが何するのには、モロッコを歩いて横断するには。 OK。 To walk across Morocco。全部つなげてせーの。 It took only 2 days for the camel to walk across Morocco。 はい、2週目いきます。 Number 3。 一緒に読むよ、せーの。 When Fred came to Meg's library to do his homework、
man showed him two postcards and said, These are the postcards which Susan sent from Kenya and Jordan. ある日、メグちゃんのライブラリーにフレッド君がやってきたとき、何するために？そう、するためにの2プラス動詞も確認です。To do his homework. 宿題するためにね。show は何？そうだよね、見せる。彼に2枚の絵はがきを見せてくれました。って言ったの。These are 意外と知らないよね。These というのは this の複数形です。もしポストカードが1枚なら this is だけど、2枚あるからこれらは。で、number three の一番後ろ最初に見ちゃおう。米ちょんがあってそこに those ってあるよね。those というのが that の複数形。あれらはとかあれらの。Okay?はい、戻ります。These are the postcards. これらは、絵はがきなのよ。どんな絵はがきか。which を使ってだって飾りをつけることはできたよね。ただね、which の後ろは文章で飾るんだよ。文章、誰が何したを入れなきゃいけない。ここは、Susan sent from Kenya and Jordan。スーザンが、ケニアとヨルダンから送った。てくれたっていう文章がついてるでしょ。だから which をつけるんだよ。もう一回全部読もう。せーの。These are the postcards which Susan sent from Kenya and Jordan. これらはスーザンがケニアとヨルダンから送ってきてくれた絵はがきたちなのよって見せてあげたんです。続けて、Aren't they beautiful?綺麗じゃない。ここまでがめぐちゃんのセリフです。はい、次せーの。They admire the elephants walking on the vast savannah. Admire 実は前やってる。感心してみる。ねえ、もう尊敬してみる。そのぐらい。彼らは、この素晴らしいエレファンツたちを、ウォーって感心して見たんです。ただのエレファンツじゃないんだよ。Walking on the vast savannah. Vast というのはね、広大な、どこまでもどこまでも広がるような。サバンナはわかるよね。草原、アフリカにある大草原ね。が、彼らは広大なサバンナを歩いている、自分が歩いているかウォーキングだよ。エレファンツ、ゾウさんを感心して眺めました。はい、次せーの。They could see Mount Kilimanjaro with snow on the top. 失礼しました。彼らは、てっぺんに雪を抱いたキリマンジャロさんも見ることができました。これは、しゆちゃんのお兄ちゃまが行ってきたところだね。キリマンジャロの山も5000メートル以上ある大きなお山です。向こうの方に見えてるね。はい、次せーの。When Fred saw the temple built in a large rock, he cried. I know. 一回切るね。フレッド君が、テンポは寺院。お寺関係ね。寺院を見たとき。どんなお寺？ほら、今回は3番目の built だから。自分が建てているところなの？それとも建てられたの？そう、建てられた、される、されたの方です。大きな岩山の中に建てられた寺院を見たとき、このお寺ね、見たとき、わかった、知ってるよって叫んだんです。次せーの。This is Petra in Jordan. I saw it in the movie of Indiana Jones. これ見せてあげるね。インディ・ジョーンズのね、3番目に出てくるラストシーンで、かっこいいんだ、ペトラという遺跡。だいたい2500年前から1500年前ぐらいまで栄えていた。まあ、中東は文明の発祥地だもんね。いろんなものがあるよね。行きたいなぁ。はい、ナンバー4。なみなみ線。これ日本語にしてください。でも一回読むよ、せーの。According to the local people, Mount Ararat was the first land that Noah reached after the flood. According to なんだっけ？
うん、何々によると、ローカルは、そう、その地元の、それから、ランドは、うん、土地だったよね。フラットは、そう、洪水。あの大洪水です。神様が起こした。はい、次一緒に読みよ。せーの。The long trip made Susan and the cat tired. このメイクは作るじゃないね。なんだっけ。そう、させる、させた。長い旅がスーザンと猫ちゃんを疲れさせました。その下は復習、prepare。アニオもわかるね。それから relative。これは去年やってる親戚。スーザンのとこで出てきた親戚。次の行、success。これも復習。うん、成功。失敗の反対のね。succeed が成功するだったね。はい、satisfied。実はこれもやってる。うん、満足した状態。みんなが一生懸命お勉強してくれるから先生も I feel satisfied。はい、ラストも復習、promise。約束するだったよね。ではテストします。Number three。これらは絵はがきたちです。ここまで。These are the postcards。で、文章をくっつけての飾りだから、which か that をつけてね。スーザンがケニアとヨルダンから送ってくれた。Excellent. Which Susan sent from Kenya and Jordan. つなげてせーの。These are the postcards which Susan sent from Kenya and Jordan. 彼らは、じゃあゾウさんたちを感心してみました。Okay. They admired the elephants. どんな elephants? これはウィッチいらないよ。自分たちが歩いてるから、ウォーキングか、ウォークとか。そう、ウォーキングです。どんなゾウさんかというと、広大なサバンナを歩いている。うん、walking on the vast savanna. つなげてせーの。They admire the elephants, walking on the vast savanna. フレッド君はお寺を見ました。ここまで。Oh, good. Fred saw the temple.テンポも大事な単語、よく12級にも出てくるな。で、どんなお寺？大きな岩の中に建てられた。そうだよ、3番目だよ、建てられただから。Built in a large rock. つなげてせーの。Fred saw the temple built in a large rock. じゃあ、あれらはとかあれらのは、that の複数形。はい、those. 下噛んでから言うんだよ、those. はい、number four. 長い旅は、スーザンと猫ちゃんを疲れさせました。Yes, the long trip made Susan and the cat tired. 用意する。prepare. 一年に一回毎年恒例の。annual. 親戚。relative. 成功。success, 満足した状態。はい、satisfied, 約束する。promise, well done everybody. 文法事項が難しかったから、確かテストをしないでこの説明を先々週かな、してると思います。あのね、それでも分かんなかったら、どんどん言ってね、補習入れますから、大事なところだからね。それではまた明日。バイ。